はい。おはようございます。エレワントサイクルです。あのね、もう、あの、インフルエンザで体調を崩さないように、自転車通勤、<laughs> 噛んだ <laughs>。自転車通勤、災害しました。はい <laughs>、えー。こんな感じで、まあね、さ寒いのさすがにねで。昨日からね、広島雪降って、ものすごい寒いので、今日はね、ウィンターグローブ、また新しいの入れたので、それの紹介をしていきます。今あるウィンター、えー、っと、お店のグローブは、 メ,メカニックスグローブっていうやつのこのねウィンターグローブとあとなんかちょっと薄手のやつとあとキネティックスっていうなんかクニペックスみたいな工具のみたいな名前のグローブがあるのでその店へ戻って今から紹介します、はい、これいいよこれスマホ対応しかもねこれ安いんですよこれ3000円ぐらいですよこれ大丈夫みたいな まあただやっぱり自転車用じゃないからちょっとこうした時にこの辺がまあ突っ張るような感じですかねまあでもなんか自転車用っぽくないしなんか普段着としても使いやすそうだしまあいいかなと思って入れてみましたあとなんか意外とに自転車業界の、まあ、自転車ショップさんがねこれ入れてたんで多分ね全国的に売れてるんだと思います <laughs> ということでお店戻って今からこれを紹介します ちなみにあの、今日の通勤自転車バーディーです。やっぱね、ホイールブラックかっこいいですね、バーディーね。それで、まあ、ジーパンとスニーカーとで、ヘルメットはベルのヘルメット。さすがに寒いからね、あのイヤーボーマンつけてて、あとバックが、これです。え、オルトリーブの、 メッッセンジャーバグプロでプロと名前が付くと外側にこういう感じであの自分の好きなものを入れれます。これね、エレファントサイクル周辺マップを今作成中でちょっとね、オンラインショップで購入の方にはお店でプリントアウトしても先行して送ってるのでもしお店来てなんかコンビニあるとかありますかとかラーメンありますかとかなんかね希望があればね、これ見れば一発わかるんで、えー、現実逃避の聖地もあるしあと、激坂ね、えー、桜井さんがラジコンしてる桜井パーク。 んちゃんとナミちゃんが遊ぶ公園とかねまああ,のあとスラムダンクの、ね、聖地とかいろいろあるんでこれもし手元届いたって届いてない人はあの言ってもらえばあの送りますので <laughs> 言ってください、はい、じゃあ行きますなんかロードバイクで通勤したいな明日ロード行くかよしはいということでお店へ戻ってきました、はい、今日はねこの帽子です で今ねすごい面白いことをやってって、えーと、第2回エレファントサイクルフォトコンテストをまだ開催します。前回はね、ちょっとよく覚えてないんですけど、なんか像の写真と自転車を一緒に撮って、当選した人にマグ,マグカップをプレゼントするというのをやってました。で今回は、なんと景品が、えー、ラジコンです、はいで。エントリー方法、まあ、簡単にざっくり説明すると、まずこのエレファントサイクルのラジコンステッカーを購入してもらいます。これが抽選券になります。 でもしこれを3枚買った人は3回抽選券一応ねお客さんの買った人の名前は全部ここであの管理してるんでそれで一人一人この名刺サイズの紙を切って名前書いてやってで箱の中てでてガラガラガラガって引くっていうそういうのやります期限締め切りは1月の20日土曜日の YouTube ライブまで購入された方になります残り現在エントリーしてる方が16名か15名の方で残りだから残り24枚ぐらい 1>, だから1人でね24枚買ってもいいしでもそういうちょっと大人げないことするとねあの面白くないんであの適度にあの、ね、盛り上げてもらえばいいかなと思いますもちろんあの業界の自転車ショップの人もちろん匿名にします、ね、匿名にするし自転車ショップの人あとはおろ代理店の方もし欲しいっていう人いたらね差し上げますんで,でもしその人が買ったらもしかしたら忖度していやそういうのやめるはいまあまあ今話題のそのなんとか県じゃないけどそういう感じですはい。 とということでグローブ今、お店にあるグローブはで実際にこれ、今日う、まあ、つけてみてどうだったかというと実際、3000円ぶっちゃけね3000円なんですよだから今日ね来るとき、まあ、家とお店大体4キロぐらいあって来るときに34人の中でもうノーグローブの人がいたんですよね今日はねは結構寒いよ外、外多分4度とか5度ぐらいさすがにノーグローブはやっぱ寒いけども、まあ、3000円出せばね あったかいんで、まあでも1000円ぐらいのねグローブはまあその辺で売ってますけどまあ1000円よりはちょっとデザインもなんかかっこいいしまあ3倍ぐらいかっこいいね3000円なんでまあ普段着としても使えるしあとお店の今日入り口こうね出したりする時もこう作業用グローブとして使えたしまあ3000円にしてはいいのかなと思いましたでやっぱねこれちょっとゴワゴワしてるから、まあ、サイウィンタージャージにはやっぱり合いにくいので、まあ、ウィンタージャージと。と もしグローブ合わせるんだったらこれじゃない方がいい方がと思う、まあ、これは,いいこれはまあカジュアル向きそうなると、まあ、僕も、ね、持ってますけど今日ね家を忘れた家を忘れたっていうかあの香川自動車に今、ね、エブリー車検出しててその車の中に入ってるグローブがキネティックスのグローブ、ね、これ6800円ぐらいかなこれがローガンというモデルこれはね本当シュッとした感じでちょっと M サイズだから僕ちょっと腕が合わないんだけど やっぱり、ね、シルエットが美しいあとこういうなんていうんですかねキネティックスの X みたいな BBX みたいな感じよね、まあ、BBX 何かっていうとタミヤのねラジコンです二輪駆動のあれが結構人気で BBX のワンメイクレースも開催されてるほど人気の車種ででもねちょっと高くてちょっと買えないっていうね、まあ、自転車よりは安いけどこれね もっと寒い。これはだから本当に今日ぐらいのま。気温が0度からまあ5度ぐらいにはこれがいいのかなと思いました。で、もっと寒い。まあ氷点下行くんだったらこれローリンっていうね。もうマジックテープのタイプ、これだと思う。氷点下までオッケーです。だから最近ちょっとオンラインショップで結構ね。東北の方が買い物してくれて。まあ、青森県福島県石川県なぜか。 ありがたいいことにそういう、まあ、別にそこ,のそこの地域は寒いとは限らないけど、まあ、そもっと寒い地域だとこのローリンとかの方がいいのかなと思いましたちょっとこれだと、まあ、通勤距離が短い人は逆に寒いかもでも通勤距離がまあ7キロぐらいある人は多分15分か20分ぐらいかかるからそういう時にはちょうど着いた頃にあったかくなっていい感じかも。 っていう感じでしょうか、はい、まあどうせね1,000円のグローブ買うんだったらちょっと3,000円出して、まあ、ちょっと見た目がいいグローブ買いましょうっていうのが今回の動画の結論になります。はい、で現在のねグローブね。でちょっとラッキーラッキーじゃないかなとだっけタイミングよくですねこのこのねメカニックスグローブのこのウィンターグローブがちょっとね売り切れちゃっててで今日注文したので。 えー、12月20日,あ20日ってあれ休みか20日凛ちゃん誕生日の1日前か20日ぐらいにお店に入荷しますで現在ね在庫はこういう感じどうやらねあのオリジナルグローブのグレーカラーなんかねこういうのも出たらしいんですけどちょっとね在庫多すぎて置けなくなってきてるんでもっとね僕は自転車の部品を減らしてラジコンを置こうかなんて考えてるんだけど ちょっとそういうわけにいかないんで、はい、今ねだこういう感じでねシューズとかねテレビ周りねこんな感じでグリップなんか1年1か月やってみて、まあ、分かったことはやっぱり自分がいいなと思って仕入れたものはやっぱりねが買ってもらったんすごい嬉しいまあ別にここにないものが最悪とかそういうわけじゃないですけど やっぱね、ものはね、ちょっとありすぎると悩んじゃうから、まあるあ程度僕がこれはいい、まあ、これも使ったらよさそ,そ,そうだなみたいな、そういうラインナップでやってますので、はい、で昨日リりんちゃんとなみちゃんが手伝ってくれて、えーっと、エレファントサイクルオリジナルコーナーができました。な、は、み、い、ちゃんの可愛いらしい字でえ、オリジナルソックスキャップ3000円ってね、もうなみちゃんの声が聞こえてきます。ね、よう作ったんだなと思って、いろいろ。 これは違うけど、ね、で次ねちょっと作りたいオリジナル商品はねまあまああるんですけどまあジャージまずあの学生だけのチームの EFIRSTRACing っていうジャージ作ってあとエレファントサイクルの第2弾のジャージも今、えー、奈良の,あのデザイナーの方にお願いしてます。これ,、ね、これもあと何個だろう150個ぐらいだよこれ個。 やっぱりこう、なんか、ね、わざわざこういう。朝南区の、何もない朝南区って、ちょと怒られちゃいますけど、ね。ちょっとね、市街、市内から離れてる場所、にわざわざ来て。なんか、せっかくだったらお土産を、まあ、無理やりでも、買ってもらおうかなと思って、オリジナル商品を。増やしたわけですよ。はい、せっかく来て。まあ、レンタルサイクルもあるので、まあ、こういうね。あの、マップも作ったので。まあ、僕がたまに、最近ちょっとね、現実逃避できてないんですけど。 現実創意で,きてないできてないぐらいちょっと追い詰められてるんですけど「現実逃避聖地」とかねまあ、勝手に名前付けてねここまでだいたい15分ぐらいかなあとこう激坂チャレンジとかねタイ料理とかもあるしベーグルもあるしあとコンビニも多いし意外となんかケーキ屋さんも多いしこれちょっとねまだ開正前のやつこの辺ねあの熱帯魚屋さんがあってその横に瓦そばもあるしそれ今度行ってみようかなと あとこの辺パン屋さんね、シュシュっていうね、美味しいパン屋さんが。朝南区で僕一番美味しいと思っているパン屋さんはここですで、そのうち、このお店とちょっとちょっと、まあ、仲良くなって、まあ、僕はまあ好きじゃないけど、例えばスタンプラリアっていうとか、スタンプ10個集まったら、えー、ラジコンもらえますとか、自転車じゃないんかみたいな。<laughs> まあそういうなんかちょっと楽しいことなんかせっかく来るんだったら、なんかさワクワクして、またこのお店行ってみたいな、みたいな、なんかそういうお店作りを、まあ、視聴者の皆さんと一緒にやっていきましょう。でもし、こんなのいいんじゃないみたいな。 ちょっと他の店のいいアイデアあったらあの僕の教えてください。それパク,それパクりますんでパクるで参考になりますしますんで、はいはいはい。ということで、えー、2024年、ね、GT 選手権は、ね、岡山国際サーキットで開催されます。確か4月の15日の土日に開催されてもう全然グループと関係ないけどそれはねちょっと 見に行きたいんですよね GT 選手権やっぱ前の職場の時もなかなかやっぱり休み取れるとは取れにくいやっぱね一般の社会社員の人は取りにくいんでちょっとなんとかして岡山国際サーキット GT 選手権やっぱねホンダのねシビックタイプ R がデビュー戦なのでまあそれを見届けてまあでも僕やっぱり日産まあ、まあ Z かな Z 応援してあとタイヤもなんか。 今年までミシュランだったけど、来年がね、まだ何になるか決まってないらしいんで、まあ、それもどうなるんかな、まあ、ピレリになるかなとか、またブリヂストになるかなみたいな、なんかそういうのもなんかちょっと気にして、今後ともモータースポーツを僕は見守っていこうと思います。はいじゃああググロロブブのの紹介でした終わりますでもしねあのさんこんこなグローブ 注文できますかみたいなあったら、まあ他の、ねまあ、ネットとかお店でも買えると思いますけどもしこの YouTube 見て参考になったと思えばぜひうちで買っていただければ来年もうちも存続しますのでよろしくお願いします。しかし寒いな